チャールズ・フェアリーチャールズ・リチャード・フェアリーは、イギリスの航空機メーカー、フェアリーの創設者である。ロンドンのヘンドンに生まれた。商業学校で学ぶうち、11歳で父親が没し、15歳でアーク島を製造するジャンディス・エレクトリック・カンパニーに就職した。その後発電所で、科学分析技術者になる一方、タコ、模型飛行機協会の会員となり、模型飛行機の設計、 制作の技術で知られるようになった。1910年にロンドンのクリスタルパレスで開かれた模型飛行機大会に参加し、彼の模型は153ヤードほど飛んで1位となった。1911年、24歳の時にムビオク機を制作していたブレア・タール・シンジケート・リミテッドのマネージャーになり、1913年にショートブラザーズにチーフデザイナーとして雇われた。 第一次世界大戦が始まると、軍に志願したが、航空エンジニアとしての技術を見込まれ、入隊できなかった。1915年に28歳で、自らの会社フェアリー・アビエーションを創立した。その後の40年間、航空業界で働いた、王立航空協会の会長を務めた。ありがとうございます。